どうも、こんにちは、こんばんは、ハンドです。ウィザードリー5、続きやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。前回の配信じゃねえや、前回の収録から、少しレベル上げをしていました。なので、ちょこっと変わってると思います。あれ、ヒットポイントちょっと少ないな。ちょっとまず回復しましょうか。まず回復しましょう。まだディオスしかないのがね、大変ですよ、回復するのにね。今日は出目が悪いな。出目悪いね。ほら。全然回復しない。ちょっと時間かかっちゃうかな。カットしますか。はい、じゃあまあ大体回復したんで、ちょっと88が体力1足りないけど、まあいいでしょう。今日は、前回の最後でお話ししたようにですね、寺院の奥にある彫像を抜けたところ、こっちを探索していきたいなぁと思います。あれ？いきなり敵か。はい。呪文。ロミルは、あれなんだっけ？ダツマピック。今日は比較的矢印が見えるな。CPU ミドルモードにしてます、今日は。あれ？トロールさんに、ちょっと殴られましたね。ジャックスリング。いちいち罠を口で言っているのは、頭の中だけで、読んでるとね、場合によって忘れちゃうんだよね。だから、音に、声に出して、記憶を維持できるようにしております。モンティの、あれ？モンティノじゃないっけ？はい。まあ、一階にいる敵はほとんど脅威ではなくなりましたね。あれ、またやんの？はい、ガチャリンコ。入りました。通過するたびにやんのか。ちょいとめんどくさいね。綴り間違えとかしたら、なんか、めんどくさいことになるよ、なりそう。1、2、3。1、2、3。1、おっと。ん？何者かが近づいてきた。おう、やあやあ、偉大な勇士よ。私は、
アイアンノーズ、アイアノ、アイアンオーズ？一人で行動してるんだ。誰で行こうか。まあ、AV さんで行こうかな。はい。ようこそ。私の売り物は選び抜かれた素晴らしい商品と、これを見分ける、審美眼と独特の勘だ。興味があるかね？ Yes。うちの値段はダンジョン1のお買い得さ。そうなんだ。取引すんのは、X68000。バイ、またはセル、バイ。あなたが必要なものを持っています。まあ、キーだよね。300円か。本当にそんなに大して高くないな。取引は成立した。鍵はコンベアの修理人が持ってたものさ。何の役に立つんだか。ベルトコンベアの修理人ってことは、おそらくじゃなくて、これじゃん？動力室。動力室だと思いますが、動力室、知らないか。鍵。コンベア。彼はモーターに関して何か言った。モーター。それは彼の言った俺だ。彼。モーター室。モーターに関して何か言った。何か言ったけど、なんだかわかんないんだ。修理人。それ以上わかんないのか。噂。鍵。まあいいや、さようなら。さあ、じゃあ鍵手に入れましたけどね。一応鑑定しとくか。鑑定できた。ブラスキー。はい、今いる場所はここ。南向いてます。1,2,3。1,2,3。正面のあの見えてる扉の方に行こうかな。ああ、毒あるやつだ。まあ、あんまりいないから大丈夫かな。はい。あれ？鍵かかってる。よし。やるじゃない？そういえば、ツイッターのコメントの方でですね、エミュレーターでプレイしてるときに、やっぱり、この矢印が表示されなくて困ったって、言ってる方いらっしゃって。で、その時はね、なんか、エミュレーターを違うやつに変えたら、表示されるようになったって。って言ってたんだけど、実機だからね、どうにもなりませんねって、まあ、ローにすれば表示されるのは分かったんだけど、
まあ、ちょっとね、ローでプレイするのは厳しいので、まあ前回もね、話した通りの方針でやっていこうかなと思ってます。あれ？あれなんかずれてる？なんかおかしいぞ。ん？なんかおかしいぞ。これだと、ってことは、あ、わかった。ここがずれてんだな。ちょっともう一回確認しに行こう。はいはいはい。こずれてるな。こうだ。こうだね。で、こうだね。あれ？違うの？こうか。こうかな？はい。じゃあ扉を開けてみましょう。まず右側の扉から。ゴーレム。ゴーレム。勝てなさそうだけどね。なんか、あれかな？イベント戦みたいな感じなのかな？なんか、ドラゴンクエストとかでもね、笛使うと眠るとかあったし、なんか、必要なアイテムがあるのかもしんない。あ、でも一応ダメージ与えられるんだな。一応あがいてみるか。呪文。ブリースト呪文。バマツ。で、カルキ。あれ？これを知らないのか。魔法使いの呪文。知らないんか。多分聞かないと思うけど、ハリと。聞かない。どうしようかな。攻撃呪文は多分聞かないんじゃないかな。マハリと一回やってみるか。聞かないね。じゃああとは肉弾戦か。お、倒したぞ。もう美味しい経験値もらえた。よし。あれ？特段何もないの？
まあ、一応メモっておくか。ここにゴーレムがいたと。倒しちゃってよかったのかな？それよりもね。まあ、よかったんだろう。そして遠くの方から声がこだました。月明かりのもとに死は君臨し、時は満ちる。そして全ての時間は失われる。よくわかりませんけどメモしておきましょう。月明かりの下に死は君臨し、時は満ちる。そして、すべての時間は、失われる。なんかないかな？なんもない。ちなみに、ここは？何もない。何だったんでしょうね。隠し扉を見つけやすくするっていう呪文があるんだけど、これ常駐魔法なんだっけ？あ、違うのか。シリーズによってはね、そういう呪文あるからね、隠し扉が探しやすくなるっていう呪文がね。これでやるのか。特にないかな。ここの空間が何もない空間になってんだよね。どっかから入れんじゃないのかなと。例えばこの辺りとか、この辺のどこかから行けるのかなとか思ったんだけど。なさそうだな。戻りますか。じゃあ、動力室行ってみようかな。ここも探しておくか。ない。あ、違う、動力室行こうかじゃないよ。まだ埋めてないとこいっぱいあるんだよ。あり？
はい、ちょうどのすぐ裏のとこまで戻ってきた。ここですね。一旦ここの扉開けないで進んでみます。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。かけてきやがった。あれ、黙らす呪文ってモンティノじゃないんだっけ？いいんだよね、合ってるな。モンティノ、カティノもかけとくか。特に何もなし。はい。こんなところかな。まあ、さっきのね、鍵を手に入れるってことと、ゴーレムがいたってことと、あと、月明かりの下に死は君臨し、時は満ちる。月明かりの元になのかな。そして全ての時間は失われる。ちょっと何のことやらわかりませんけどもね。とりあえずこのまま動力室に向かってみようかな。動力室か。あ、こっちじゃないな。どうやって行けばいいんだっけ。あ、そっか、ダークゾーンの中に行くんだ。で、突き当たりまで行って右か。あれ。結構痛かったぞ。痛かったぞ。結構ベイン・オブ・コズミック・フォージよりも、シーフが隠れ、の成功する確率が高い感じがしますね。だいたい戦闘が開始されてからの、隠れるはね、なんか、ベイン・オブ・コズミック・フォージの時、ほとんど成功しなかったからね。はい、じゃあさっき、あいつから買い取った鍵を使ってみましょう。ドン。カチッ！扉の錠が開いた。大きなモーターには相互に連結した部品がつながっており、それぞれにはレバーがついている。ちょ、待って。大きなモーターには相互に連結した部品がつながっており、そのそれぞれにはレバーがついている。モーターの名板には次のように書かれている。コンベアを動かすには、
ベルト A を滑車 C につなげて、シャフト B を滑車 C に取り付けてからギア D を入れる。これ、来たよ。確かスーパーファミコン版でやったときは、ここは結構最初は苦労したような気がするんだけど、ベルト A を、ベルト A を滑車 C につなげて、シャフト B を滑車 C に取り付けてからギア D を入れる。はい。蒸気の手順を逆さまに行うこと。注意。事故防止のために4つの部品すべてを外すこと。ということで、なんで逆さまに行うことってさ、意味がわからんよ。あ、コンベアを止めるにはか。事故防止のために、4つの部品すべてを外すこと。今、なんだっけ、これモーターを動かすにはって話だったんだよね、最初のは。モーターを動かすには。で、止めるには、手順を逆さまに行うこと。うん。で、まずは動かしたいんだよね。A から D までの文字を押して部品を外せ。外すのか。A、B、C、D。緊急のサインが鳴り、警告ブザー。縦穴。あれ？怒った？なんか間違った？はい、戻ってまいりました。あ、そっか。コンベを動かすには動いてるんだよね。だから止めたいわけですよ。で、逆さまに行うことだから、ベルト A を滑車につなげて、シャフト B を滑車に取り付けてからギア D を入れる。だから D でしょ？DCBA じゃダメなのかな？まず部品を外すにはギアを入れるだからギアでしょ？で、シャフト B を滑車に取り付けてから B なのかな？これ。B、C、A。おっと、止まった。頭いいな、俺。はい。じゃあ、モーター止まったんで、この先に進めるようになりましたと。はい。こっからはちょっと、時間が空いております。今、朝の6時なんで、ちょっとで、あんまり大きな声出せないんで、このトーンでやって、続きをやってまいります。さあ、ですね。今いる場所はここですね。この先にベルトコンベアがあって、まあ、以前はね、地下2階に叩き落とされちゃったんですけども、まあ今止めたんで、はい、ベルトコンベア止まってますね。そしたらどっちから行こうかな。まず、明かりつけるか。明かりつけてもね、帰り道またダークゾーン通るから消えちゃうんですけど、見るは、はい。今東側を見ています。2ブロック先に扉かな。1、2。
で、さらに2ブロック先に扉。で、突き当たりに、扉。はい、じゃあ、北の扉から開けてみようかな。特に何もなし。ジャックスリング、ジャックスリング、よし。ジャックススリングと。はい、この突き当たりの扉、なんか怪しげな感じするんで、セーブしてから行こう。やっぱりね。落っこった挙句にピッと。あれ？これって、ちょっと待てよ。ここでキャンプ開いちゃうと、キャンプ解除した後にまたピットかな。ディマピック。レベル2の西16、南5。西16、南5。南、うん。ってことは、あれだったんだね。ベルトコンベアで落とされたのは東側だったんだね。ここに落ちると、書いとくか。シュート。レベル2。西16、南5に落ちると。はい、戻ってまいりました。今いる場所はここですね。で、まあ、このまま真っ直ぐ行くとまた落っこっちゃうんで、とりあえず、シュートで落ちなきゃ、さっきのエリア探索できないんじゃないかと思っているので、まあ、いずれ落ちるんですけど、とりあえずは、まだこっち探索してないんで、探索してない方に行きましょう。あれ？ちょっと待って。ん？1、2、3、4、あれ？この正面にも扉あったんだ。ここ。あ、だよね。あ、目の前扉あったんだ。じゃあ入ってみましょう。特に何もなし。1、2。
はい。奇襲してきたのね。ジャックスイング多いね。まあ、これ罠に引っかかってもね、ほとんどダメージ食らわないし。いいんだけどね。そしたら今、西側の扉の、真ん前にいます。ガチャリンコ。北側の空間に繋がっておりますね。ガチャ。あれ？鍵かかってる。よっしゃ。扉を開けた、鍵を開けたら、そこに天井からスライムがボタって落ちてきた感じかな。床の上にはボロボロになった骨と鎧が散乱していた。哀れな戦士の魂に安らぎあれ。冒険者の、遺体が転がってると。探してみましょう。何か見つけた。骨がカタカタ鳴り始めた。わお、ゾンビとアンデッドウォリアーズ。なんかちょいと強そうですね。ディスペル。何にしようかな。メリット使えるかな。まあ、ハリと。いや、なんか今、結構食らわなかったか、今。まあでも、勝てない相手じゃないね、全然。なんで襲いかかってきたんだよなぁ。ああ、なんか大事にしてたものを取っちゃったからかな。よし。ん？何何あれ。ちょっと待って。ここに、冒険者の遺体ね。冒険者の遺体。ゾンビ、アンデッド、ウォーリアーズ。はい。じゃあまあ今拾ったものなんだか調べてみましょうか。あれ？ X6 万1000が拾ったんじゃなかったんだっけ？ AV か。アーマー拾ったのかな、今。あら、もう持てない？鍵関係は、MSX に渡しようかな。鍵は、シルバーキーと、ブラスキー。メイスも邪魔だから渡しちゃおうか。アーマー鑑定。チェインメール。チェインメールか。
まあ、売っ払うか。あとこれね。なんて読むの？パース？げ、触ってしまった。ちょっと、あれ？今拾ったの本当にあの、チェインメールだったのかな？他は、メイス、スタッフ。ああ、これも一応、渡しておくか。鑑定して。まあ、どっちも多分ね、初期装備だと思うんですけどね。まだメイスもあった。あったった。あ、もう持ってない。こんなところか？あれ？これね、絵はね、コウモリなんだけど、なんか、あの、プレイングマニュアルによると、なんか、ハエらしいですね。ハエが、殺人バイみたいなのがたかってきてるみたい。それはそれでちょっと嫌だね。これでおしまいか？やっぱ落ちるしかないのかな？あとは、まあ、地下2階に行く方法がね、3種類あるらしいんですけど、その3種類のうち、一つ一つがね、独立したエリアになってるらしいから、結局、階段で降りるこのエリアと、シュートで落ちるエリアは、繋がってないっぽいんだよね。だから、まあ、どっちも探索する必要があると。ただ、こっち落ちるとね、どっから上がってこれるのかがわかんないからね、ちょっと怖いってのはありますけどね。あと、このシュートの先に隠し扉があるらしい。で、浮遊してないとあの、落っこっちゃうから、今はまだ調べられないんですけど、この先に、レベル6、地下6階の、直通があるらしいです。さあ、ちょっと一旦戻りますね。レベル上がってるやつもいると思うんで。結構 MZ80B がダメージ食らってたんだな。あ、回復してるな、ビショップが。まず簡単そうなのから鑑定しておいて。あれ？はい。メイスとスタッフは初期装備なんで捨てちゃおう。どうせ金にならないと思うんでね。はい。これ、鑑定できないのかな？あ、触っちゃった。お店で鑑定してもらうか。何なんだろうね。でもドロップアイテムだったよね。ボルタック行って。金は3000ちょっとある。あれ？ん？あ、間違えた。入れ替わっちゃってんだ。5番と6番がね。150円か。そんな大したあれじゃないんだな。
バックオブトークンズ。あ、これが拾ったやつかな。あれ？あ、っていうかあれか。戦闘が終わった後に、固定なんだな、このアイテム。バックオブトークンズ。トークンを入れる、ここだっけ？拷問部屋へ行ってみよう。これね。ハークルビーストを見物しよう。お題はたったの1トークン。ということで、ここでトークン使うとおそらく、まあ、ここから落ちるのか、このフロア内のどっかにワープするのか、ですかね。はい。じゃあこのトークンは、あ、っていうかその前にチェーンメール打っちゃおうか。あ、違う、セル。じゃあ、レベル上げ、レベル上がるかな？上がんねえ。あら、なんかゴーレム結構経験値美味しかったしね。誰かしらレベル上がるんじゃないかと思うんだけど。うわぁ、あれだ。ヒットポイント1。残念すぎるね。まあ、でも呪文を覚えたと。呪文覚えた。ラック上がった。ヒットポイント2しか上がんない。あー、厳しい。きついな。これ、結構きついですね。魔法使いだ。ヒットポイント低くて。まあ、そんならね、リセットしてやり直せばって話なんだけど、まあ、あえてそれやらないって頑張りますけども。さてと、これで、じゃあ、その手に入れたトークン使ってどこに飛ばされるのか、それをね、確認していこう。ロー、見る。あ、どうせダークゾーン行くんだからいいや。ラツマピック。あ、そうだ。呪文何覚えたんだ？確認しておこう。ラツモフィス。ラツモフィス。これ毒消しですね。マポーフィック。これは探索中にアーマークラス2下げる。そしてバリッコ。これは攻撃呪文ですね。はい。マポーフィック使っとこう。よし。これは嬉しい。で、あとは、98ですね。スザリク。これ氷呪文だったっけ？あ、でも別に氷呪文とは書いてないけどね。リファレンスカードには。ラハリとスザリク。ラハリとは1グループ。6から36。スザリクは、単体攻撃魔法で、24から58。リトフェイト。これが浮遊ですね。これがあれば、シュートで落っこちないで済むと。で、6度。6度はモンスターを石化。1グループ。どうなんですかね。このレベルだったら、まあ、ラハリトがやっぱ、一番使うんじゃないかな。リトフェイト使ってみるか。リトフェイト。綴り合ってる？リトフェイト。合ってるね。
うん。アーマークラス、下がってきたね。1、2、左向いて、1、2、時計。3、1、2、3、あと一歩か。ここで一旦セーブしとくか。あれ？お題はたったの1トークン。バックオブトークン。ドン。ウィーン、ガチャガチャ、ブーン、ブーン。機械が動き始めた。キラキラ輝くもん、入ってみますか。入ってみよう。さあ、どっかにやってきた。で、ディマピック。レベル2の、東1、南8。やっぱ、次のフロアになるんだね。一方通行なのかな。南、じゃないや、東1、東1。ここだな、東1の南8。ここだな。キラキラ輝く門から、来る場所。なんかアイコンつけとくか、わかんなくなっちゃうんでね。ここね。で、今南向いてると。ハークル、ハークル。ハークルビスト。出てきた。ファイト、ユーズ、アイテム、ラン、スペル、パリ、テイクバック。まあ、見学するだけですからね、会話はできないと。まあ、戦闘はしたくないので。テイクバックとランって何が違うの？あ、そっか、これ戦闘になっちゃってんだ。戦闘か。ランでいいや。はぁ、強い。逃げらんねえぞ。しかも。これは、まだ来ちゃいけないポイントだな。ダメだね。はい、戻ってまいりました。今いる場所は、まあ、ここですね。輝く門の、手前。ですけども、まあ、この先に行くとハークルビーストにコテンパンにやられちゃうのが分かったので、あれ？これ今どっち向いてんだ？ハークルビストにコテンパンにやられちゃうということが分かったんで、まあ相当ちょっと強くならないとダメだね。我が軍も強くなってきたねとか言ってたけど、さすがにあの感じだと今はまあ相手にもならないって感じですね、正直。はい。
じゃあですね、とりあえず今日はこれで終わりにしようかな。次回はどうしよう。一回での探索が、とりあえず一旦、あ、でもここか。ここ開けてないんだよね。で、なんか必要なのかなって言ったんだけど、どうもプレイングマニュアルを見ると、普通に開けられるはずらしい。あとは、手に入る鍵がね、もうこのフロアで手に入る鍵はもうないと思うんで、もう一回行ってみるか。ここですね。まあ、レベル依存かもしれないからね。ある程度レベル上がんないと、開けられないのかなっていうのもあります。開かないね。開かない。やっぱダメなのかな。開かない。よし。とりあえず、まあ、しばらく置いとこう。レベル上がってからまたリベンジしようかな。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴していただきましてありがとうございました。この続きはまた近いうちにということで、またお会いいたしましょう。さよなら。